さてここからは部活中継です。今日は育英高校に中継が出ています。伝えてもらいましょうか。はい、はい、ネイビーズアフロの2人お願いします。どうも、呼びにくくてすいません。ネイビーズアフロです。ネイビーアフロです。今日からお二人よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今中継ですけど一回スタジオ行ってみたいですね。そうです、スタジオも呼んでください。結局9月までの藤岡さんも柴原さんも僕らまだ一回も立体的に見たことないので。そうですね、ぜひこのお二人の会にスタジオ行きたいなと。存在するのかどうか疑いました。よろしくお願いします。待ちしています。本日は育英高校バスケットボール部を紹介したいと思います。はい、もう日本代表も盛り上がってますから。さあ育英高校のバスケットボール部は強豪でしてですね、はい、新人戦、インターハイ、ウインターカップ、はい、様々な大会で30回以上県優勝しているチームです。はい、すごいですね。もう今はやっぱりドリブルとかの基本的な練習をしてるんですかね。ちょっと聞いてみましょうか。はいはい、それでは三井くん。はい、じゃあ三井くん、はい、どうぞ。3年生の三井くん、はい、お願いします。さあこれはドリブル練習ですか。はい、ちょっとポイントを説明してもらっていいですか。はい、ボールと自分の体をコントロールして、そして自分前後左右行きたい方向へ行けるようにするための練習です。なるほど、大事な技術ですね。はい、ちょっと見てみたいんですけど。はいはいはい、あっちは何でしょうか。はい、あっちは自分の体の真下を捉えて、その前後左右行くためにするための練習方法です。ほう、なるほど、ほうを置いて。はい、さあそしてこちらは、こちらはピックアンドロールの時に使った後にパスをするんですけど、はい、そのパスの練習をしてます。なるほど、何も聞こえていないから皆川君がただただ笑顔で見てくれてます。三井君がですね、すごくあの走り君に熱心に説明してくれて、あの僕ドリブルの音で全く何も聞こえなかったんで、後でゆっくりもう一回教えてください。はい、いやけど迫力は伝わりましたね。はい、さあ後半ではですね、皆さんの実力をもっともっと見ていきたいと思います。はい、それでは後半もお楽しみに。お楽しみに。今日紹介するのは育英高校バスケットボール部。ご覧のように1899年創立、1046名の生徒数です。まあ部活も非常に盛んという学校。校訓は責任を持つ、希望を持つ、誇りを持つというところです。では伝えてもらいましょうか。ネイビーズアフロの皆川さん、はじりさん、お願いします。はいはい、はいはい、さあ本日はバスケットボール部にお邪魔しております。バスケ部なんですけれども、県の新人戦でも準優勝、そしてインターハイの県予選でも準優勝というすごい強豪校でございます。さあ後ろで練習やってるんですけれども、うん、すごいスピード感ですね。はい、ちょっと聞いてみましょうか。ババ君、ババ君すごい大きい。この子何センチですか。188。乗せてみてください。遠近法を利用させてください。あ、すごいすごい。でも後ろちょっと下がってもらうと、自分たちは堅守速攻というのを目標にしているチームなので、堅守速攻、固く守って速く攻める、はい、しっかり守り切った後に全員で走り切ってシュートに決め切るという練習をしています。なるほど、はいはい、意識しているところありますか。やっぱり僕はシュートを決め切った後の切り返しの部分であったり、うん、そういうところでいかに速くフルスピードに持っていけるかっていうのを意識しながら試合でしっかり出るように練習しています。はい、速いな。これ隣で走っても絶対追いつけないですもんね。いやすごい速さですよ、全速力ですよね、猛ダッシュ。さあじゃあちょっとせっかくね、はい、僕たちこうやって動ける服装で着てるんで、はい、ちょっと攻撃に自信のあるバスケ部のボール、これでもちょっとやらせてもらって大丈夫です。お願いしましょう。やりましょう。お願いします。はい、集合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 。さあちょっとやらせてくださいよ。じゃあ対決してもらいましょうか。はい、竹内くん。竹内くん。はい。あ、竹内くん。さあ1対1強いですか。めっちゃ強いです。めっちゃ強い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 。いやけど皆川も負けてないですよ。はい。じゃあ戦ってもらいましょうか。やりましょう。じゃあお願いします。竹内くんが点を入れたら竹内くんの勝ち。皆川がボールを取ったら皆川の勝ちでございます。はい。さあ1対1やったね。確かにメンバーは
かい。すごかったな。しんどい。全然無理やったよ。1往復だけでもめちゃくちゃしんどいし。え、これもしかして1対2でもいけます？全然いけます。あの鼻へし折ってやるからな。じゃあ僕も賛成します、はい、1対2でやりましょう。鼻をへし折るとは比喩表現ですのでご安心ください。分かってるわお前。コンプライアンス意識しすぎや。いきますよ。はい、来い。ちょっとやってすごいな。あかん。どうでしたか僕らの動きは。まあ2人でも関係ないってことです。腹立つ。腹立つな。ちょっとすごいけど実力が。いやすごい、もうスピードがね、目にも止まらない。ありがとうございました、はい。さあ攻撃といえばスリーポイントシュートもね花形ですけれども、はい、スリーポイントシュートはちょっと説明しましょうか。はい、このラインですね、この半円、この外側から体力がボール普通2ポイントやけども、ゴール決めればこの線から外から打つと3ポイント入るというね。3ポイント代表戦でも結構決まってましたけれども、さあ得意な選手がいるということです。おい竹本くん。竹本くん、さあスリーポイント得意ですか？得意です。すごいですね自信が。ああ成功率はどれぐらいですか？いや 100% ですね。 100%。 ちょっと一回僕やってみていいですか？はい、うん、ちょっともらっていいボール。はいはいはい、よっしゃ。じゃあ行きましょう。決めたね、はい、左手は添えるだけね。お前スラムダンク1ページも読んだことないやろ。あの赤髪の方がおっしゃってました、いきますよ。全然知らんやん。いけ。フォームもかっこ悪いし。どうでした？そうですね、ちょっと赤髪の方がおっしゃってたようなちょっとコツを意識していなかったかなって。赤髪の方名前知らんやんお前。ちょっとご存知。コツギココツ、はい、コツ教えてください。はい、はい、やっぱ下半身の力やっぱボールに伝えたいので、うん、やっぱリズム、自分はやっぱリズムっていうのを意識してシュート打ってます。なるほど。こう投げるだけでリズムとかあるの？今のは手だけで打ってました。やっぱあ、そうですね。なるほど、ね、全身で打たなあかん、はい、じゃあ竹本くんに、はい、じゃあスリーポイント打ってもらいましょう。何本打ってもいいですけども。いや、3本打ちます。3本連続でいきます。1本じゃなくて3本とも決めるの？はい、3本連続でいきます。マジで？すごいな。お、いいよったで、いいよったで。見してもらおう。はい、お願いします。じゃあ準備してください。じゃあ竹本くんちょっとお願いしますよ。3本連続難しいやろ。じゃあ行きましょう。1本目お願いします。うわー、まだ1本目なんで2本目じゃあ行きましょう。うわー、まだ次やから次ラストお願いします。テレビに映ったあかん顔してるわ。違う、一緒に応援しない。2本連続もすごいよね。2本連続。そう、もう1本だけいく。もう1本いいですか？もう1本いこう。3本連続いく。もう1個いこう。 OK、 じゃあ見せてもらおう。神業もうちょっと成功させてもらおう。テンポよくいきましょう。お願いします。プレッシャーかかってるよ。おー、1本、2本目。視聴者の方に見せていい顔してください。そんなくっそ悔しかった。ラスト1回、ラストチャンス。次みんな応援しよう。気合入れてろ。お願いします。すごいよ。 OK。 1本目、2本目、ゴー。諦めたらそこで試合終了ですよ。おい、安西先生バスケがしたいです。
ないですか。3本連続谷本くんどうでした。いやちょっとまあ最初うまくいかなかったんですけど、やっぱ立て直せてよかったです。ありがとうございます、はい、皆川くんはあの1位にならないでください。ちょっと戻るタイミングを見逃してしまう。すごいすごい、おめでとうですね。おめでとうございます。さすが。いやーこれ、はい、じゃあ最後山川くん、はい、キャプテン、はい、今後の目標お願いします。はい、育英高校チーム一丸となって全国ベスト8目指して頑張るので応援よろしくお願いします。オッケー。いやこのメンバー揃ったら絶対いけると思いますんで、みんな自信はどうですか。あります。Ha ha ha.